立憲民主党と共産党が発言を熱造、森友学園でまで NHK の報道によりますと、森友学園に関して工事を行った業者から説明を受けた立憲民主党と共産党の議員たちが工事業者の発言を熱造していたことが明らかになりました。立憲民主党党と共産党は、はは工事業者は報告書は若いい社員がいい加減に作ったもので深さを、 意識して作ったものではないなどと話していたと説明しているんですが、それに対して工事業者は、私の説明した発言内容が正確に引用されておらず、発言の一部のみを引用し、都合よく発言内容を合体したため、全く異なる意味、意味内容となっていると、捏造されたと反論しております。こちら 立憲民主党も共産党もほかのおかしな野党も、森友学園デマでありもしないですね、デマを垂れ流し、日本の政治を妨害続けておりますので、皆様、今後行われる選挙では、立憲民主党には、共産党には絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。